きらめきの池広場旧と水淡け、住宅多摩中央公園は、東京都多摩市に位置する多摩市立の都市公園である。多摩ニュータウンの中心に位置する多摩センターにある、面積112,992.19平方メートルの広大な公園である。同ニュータウンに設置されている都市公園は、マスタープランに基づき造園されており、規模や目的により、地区公園、近隣公園、 外区公園に分けられるが、中でもこの公園は、ニュータウンを代表する象徴となる、地区公園である。約200カ所に存在する多摩市の公園の位置づけでは、パルテロン多摩や、グリーンライブセンター、旧富沢や古民家住宅の文化施設等を、包含する総合公園に区分されている。大きな池と芝生広場が特徴で、公園外周には、 建木の道と称する各都道府県の指定樹木を植栽したキリン道が施され、露呈には石像の距離標柱が建てられているため一周一キロメートルのジョギングコースとしても利用できる。周辺地区は歩行者と車の通行を区分した歩車分離の街づくりとなっており、公園へのアクセスは歩行者専用道路を通じて行き来する。 大池には非常用の貯水槽が具備され、災害発生時に利用する。多摩センター駅から来る場合は、パルテノン大通りの突き当たりにあるパルテノン摩の中央部に組み込まれた大階段を上る。階段の上には、きらめきの池広場があり、多摩センターの街並みが眺望できる。付帯施設として1990年に、蓮光寺一番地から復元移築された。 旧富沢や古民家住宅は当地域の名詞で、駿が今川市の家臣であった富沢家の建物であり、日本庭園を併設している、多摩市立公園条例。ありがとうございます。